はい、皆さん、おはようございます。株式会社シーズ代表の大月と申します。今回ですね、ウェビナーシリーズも3回目ということで、前回2回目はですね、建築ビム加速化事業についてのウェビナーということもありまして、100名以上ですね、120名以上でしたかね、の方々がこの忙しい中参加してくださったということでですね、まあ、今回も水曜日の朝10時ということで、皆さんの仕事、お忙しい中ですね、こちらを優先して参加してくださいまして、ありがとうございます。感謝しております。ではですね、今日もですね、ビム、ウェビナーの方で3回目ということで、始めていきたいと思いますけども、テーマは今回はですね、会社のビム実践力を測定する。ビムテクニシャンテスト、プレテストの結果から見えてきた傾向とはということでですね、私たちが今取り組んでいる、そして4月に実装するですね、ビム資格試験の内容について少しお話をさせていただきたいなと思っております。はい。で、その前にですね、前回と前々回と少しですね、私たちの会社の概要というか、紹介がなかったので、少しだけお話をさせていただければなと思っております。はい。現在ですね、7期目ということで、新橋の方に、オフィスを構えてですね、ビムコンサルティング事業として取り組ませていただいております。まあ、私たちはですね、ビムを中心に取り組ませていただいている中でですね、はい。決して設計をとか施工するわけではないので、デジタルでつながる最良の空間環境づくりを支援し、この社会の進歩発展のために貢献したいなというミッションのもと、活動させていただいております。そして何よりですね、これからの日本の未来を皆様と一緒に作っていきたいなという思いから、このビームテクノロジーにより新しい価値を創造し、未来へつながる活気ある社会を作っていきたいなと考えております。はい。で、まあ、そんな中でですね、前回も少しお話し出たかなと思うんですけれども、まあ、こちら国交省の方で発表されたビーム政治主導レベルなんですけども、まあ、弊社がビームにで、いろんな設計事務所であったりとか、建設会社様に関わるという中で、やはりですね、従来のプロセスではなく、新しいプロセスに変わっていくなというところで、やっぱりこう、いきなりですね、じゃあビームやろうと思っても、いきなり取り組めないので、まあ、段階を得てですね、皆様に関わってきたかなという流れがありまして、まあ、これからもですね、皆さんもここは重要視していく必要があるではないかなと考えており、まあ、特にですね、皆さんにちょっと、会社の説明と言いながらですね、皆さんに知っておいていただきたいなというのは、まあ、いくつかポイントがございまして、まずはやはりこう国の方がですね、大きく動いている、舵を取り始めたというところに皆さんには気づいていただきたいなというところがあります。で、ビームの方に関しては、国の方もですね、ビムシムの原則義務化という発表も今年ですね、から始まっておりますし、来年になりますと、サブロック協定、労働時間上限の規制の適用ということもあり、で、さらにその先に行くと、今度はいよいよビムの確認申請の施行が開始されると。まあ、そこまでですね、2年の、まあ、ちょっとした短い期間にはなるんですけども、まあ、さらにこのビムについてはですね、どん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 進化もしていきますし、皆さんが、まあ、普段の業務で関わっていくことになるのではないかなと思いますけれども、やはりですね、諸外国を見てみますと、どん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 先に行ってるなと。で、日本もですね、いよいよ、なんか今までの従来のプロセス、または取り組み方だけでは、やはり変わっていけないというか、変わる必要があるなということで、こういったことをですね、国も率先して動き始めているのが伺えるかなと思います。まあ、そういったところですね、弊社としましては、いきなりレベル3の方たちというわけではなく、まあ、弊社としてはですね、このビーム成熟度レベルのステップアップというところをサポートさせていただいております。いろんな企業様がいまして、まあ、ほとんどの企業様が、おそらく最初はこのレベル0なので、企業 A の立ち位置かなと思います。そして B、そして C。で、ゆくゆくはもっと先のところを目指していくのかなと思いますけれども、まあ、これ他の企業様と比較するのではなくですね、それぞれ企業様が、ビームを導入するにあたっての、まあ、目標であったり目的というものがあると思いますので、まあ、皆さんのそれぞれの目的に合わせて私たちはサポートさせていただいております。
ですので、よく山に例えて私は話をさせていただくんですけれども、皆さんがやはり、家の近くの丘に行きたいのであれば、それなりの準備と、時間と、そして、労力が必要になってくるかなと思うんですけども、これが富士山に登るってなると、また準備であったりとか、その準備にかける、費用、また時間っていうのも変わってくるでしょうし、もしエベレストとなりますと、さらなる準備であったりとか、時間ですね、特に。かかってくるのではないかなと思いますので、それぞれ各企業様の、定めた目的、目標に合わせて弊社では、ビームコンサルタントとしてですね、お役に立ちたいということでサポートさせていただいております。で、その中で常にですね、私たちが中心に考えているのがこちらの導入運用の5つのポイントということで、やはり皆さんがビーム導入した目的というのが明確になっているかどうか、で、そこに対して、じゃあ、ゴールが決まっているのであれば、目標設定であったり、ロードマップということが重要になってきまして、で、その他に組織チーム体制作り、教育、標準化、ルール手順、企画といったものが、この5つがですね、バランスよく整ってくると、最初は小さい輪っかかもしれないんですけども、徐々に大きくなっていくようなイメージで、かれこれですね、やはり2年、3年と取り組んでいる方たちは、この輪っかが少しずつ大きくなり、バランスもよく取れ、ビームに取り組まれている、成果を出されている企業が多いように、見受けられております。で、私たちはですね、今日の話にも精通してくるのは、この3番の部分ですね、教育の部分。かれこれですね、ビーム元年からもう13年目になるんですかね。はい。という中で、どこかですね、この教育の部分が曖昧にされてきてしまっているのではないかなと、強く感じている今日この頃なんでございますけれども、日本でも5年間でリスキリングには1兆円の補助金を出すという国の取り組みもあると思いますけれども、こういった教育に関しては日本だけではなく、海外の方も、このリスキリングに関してもそうですけれども、やはり海外もやはり力を入れてくるということで、やはり時代の変化に伴ってですね、それなりに必要な教育というのが見直される時期に来ているのではないかなと。日本でもソサエティ 5.0 という時代ですので、そこに見合った教育、そして未来のこれからの、青年だったり、これから生まれている子どもたちもそうですけれども、その方たちが社会で働くような教育、働けるような、に必要な教育であったりとか、環境づくりというのが私たちの一つ義務でもあるのかなと考えて取り組んでおります。はい。で、さらにですね、成功させている企業、私たちの、関わっている企業さんたちの中からですけれども、やはりうまくいっている企業さんたちは目的が明確です。準備ですね、8割、しっかりと事前準備とかができてます。で、今日の話につながる組織力、チーム力を考え、そして人材育成をされている企業さん。で、そこにはですね、情報の伝達であったり、どういったツールを使うのもありますけれども、コミュニケーションですね、情報の共有というのがとても、重要で、そこをうまく、活用しているというか、うまく考えている企業様がですね、成果を出しているかなというのが分かっております。はい。というところで、いよいよテーマにつながっていくお話で、ありますけれども、ビム人材の職能とビマン資格試験の、まずは背景をお話しさせていただきます。どうでしょう、皆さんね。ビムに取り組んでいる方々多いのかなと、今日こちらに参加されている方も多いのかなと思いますけども、皆さんビム人材に求められる職能とはっていう、ちょっとここに書いてありますけども、考えたこととかございますでしょうか。よく海外とかではですね、皆さんビムの職能というか、こういったタイトルっていうものが求人情報に出ているのかなと思いますけども、おそらく今日参加されている方は皆さん、見覚えのある言葉がたくさん出てるんじゃないかなと思いますけど、海外の求人情報を見ますとですね、もちろんビームマネージャーから始まって、コーディネーター、コンサルタント、テクニシャン、いろんな名前が出てくるわけですけれども、そういった中で日本ではビームマネージャー、コーディネーター、ビームモデラー、ビームオペみたいなのが、一般的なのかなとは思いますけれども、そんな中で弊社ではこの5つで、特に上の4つに力を入れて教育と今回のビーム資格試験を作っております。やはり皆さんね、ビームマネージャーという立ち位置、役割っていったところをすごい重要視しているのかなと思いますけれども、それぞれのやはり職能
によってですね、持っている知識であったりとか、技術というものも変わってきますので、やはり誰かが1番とか2番とかいうわけではなく、それぞれの役割がとても大切。そして、どのようにコミュニケーションをとって連携していくかが、ゆくゆくはビームプロジェクトの成功につながっていくということになっています。はい。で、ビームプロジェクトのチーム体制と先ほどの役職をですね、こう並べると一般的に見る図ってこんな感じかな。まあ、PA がいて、隣にまあ、ビームマネージャーが、みたいな。で、コーディネーターがいて、とまあ、こんな感じで、こう、皆さん、こういう人が必要だっていうのは、こう、皆さん考えているかなと思うんですけれども、じゃあ、その一人一人の役割って、どういうことみたいな。どういった知識を持っていて、技術を持っていて。もちろん皆さんね、設計だったり、施工に普段からプロジェクト取り組んでいるので、そういったものは皆さんもうお持ちだとは思うんですけれども、まあ、これからBIM、まあ、テクノロジーが進化していく中で、プロセスが変わってきますといったところで、今までの知識や技術だけで足りますかっていう質問にもなってくるかなと思います。まあ、ですので、これがまあ正しいとか間違いではないですけども、先ほどの、組織図をですね、まあ、BIM のチームのヒエラルキーに例えるとこんな流れが見えてきて、で、まあ、こういう、まあ、役割、担当、仕事っていうのがあると思うので、じゃあそこに対して、どういったこの BIM のプロジェクトに例えると、そして BIM のチームの中では、こういった知識とか技術が必要なんではないかなというものが見えてくるかなと考えております。どうですかね、皆さん。まあ、先ほどのこちらの方はよく見る図だと思うんですけども、会社によっておそらく働き方とか動きっていうのは変わってくると思うので、まあ、こういった現在地、会社の中のヒエラルキーを今一度ですね、把握してみると、なんかいろいろと見えてくるものがあるんではないかなと思います。で、まあそういった中でですね、皆さんのそれぞれの、まあ言ってしまうと人事評価っていうのはあるとは思うんですけれども、そのビームのプロジェクトに対しての実践力というものはどのように評価されてますでしょうか？またはしてますかっていうところなんですけれども、やはり内容がだいぶプロセスが変わってきているので、やはりこのビームに関わる人材の実践力っていうのがとても大切なんではないかなと私たちは考えております。はい。まあ人材の技能と呼びますけれども、呼んでますけれども、これは去年、技能、五輪国際、競技でですね、私が、行ってきた大会の写真ではありますけれども、ビームのプロジェクトに必要な人材や、その実践力っていうのは明確化されてますかと。まあ、今回、大会で行ってきましたけれども、やはり、その技能としてですね、求められているものというのが明確に定義されているという中で、御社の中では、ビームに関わる人材ですね、その方たちが、どのような、やはり実践力を持っているのかっていうのを明確にされてますかっていうところですけれども、はい。私たちはここをですね、少しずつ、弊社なりに関わってきた企業様の例もありますけれども、まあ今後未来のビーム、まあ日本のビームにですね、必要な実践力というのを明確していきたいなということもありですね、この教育であったりとか、このビーム資格試験にも取り組んでおります。はい。まあこんな感じでですね、ちょっと、たまたま出てきたのでですね、ちょっと入れたいなと思ったんですけども、まあ建設業界のゲームがもう変わってきてるなっていうのは、おそらく今日参加されている方は皆さん気づいてるんじゃないかなと思います。ただツールが変わっているというだけではなくですね、もう考え方も変えなきゃいけないですし、違う視点から、いろんな角度からですね、物事を見るような時代になってきたのかなと考えております。まあ、言ってしまうと1980年代、このスーパーマリオブラザーズ、これ多分知らない人は多分いないんじゃないかなと思いますけれども、まあ私もね、昔はプレイしてたゲームではありますけど、なんか二次元的なゲームだったなっていうのを覚えてますけども、あの頃は十字ボタンと2つのボタンがあっただけみたいな。でそれがですね、まあそこから30年、そしてまあ今40年経ちますけれども、まあゲームもだいぶ 3D 化しましてですね、コントローラーもなんか二つに十字みたいなものがあって、なんかボタンが人差し指、中指、そして、まあそれぞれのなんか十字とかコントロールボタンにみたいな。はい。
じゃあ今、そのゲームができるかっていうと、ちょっと私自身はですね、やったことがないので、自信がないです。はい。というような形でですね、今、おそらくこの日本の建設業界の中にいる多くの方たちが、もしかすると、この1980年代のプロセス、または考え方であったりとか、見方というような状態で、今の、お仕事であったり、プロジェクトに取り組んでいる可能性があるのではないかなと思っております。まあそういう中でも、すでに取り組んでいる企業様もいて、まあ日本をですね、どん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 牽引している企業様というのは、どちらかというと、この右側の新しいスーパーマリオブラザーズのような状態で、どん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 磨きがかかっていって、まあ最新のものになっていっているのかなと思います。まあここでのポイントはですね、やはり、時代が変わってますよと。内容が変わってきてます。取り組み方も変わってきてますので、考え方、見方を変えないとどうでしょうっていうところをですね、皆さん問いかけていただきたいなと思っております。はい。で、また人材の方に戻りますけれども、もしどうでしょうね、皆さんの BIM 人材、それぞれの各プロジェクトに関わる人たちがこのようになんか可視化できたらどうですかね。はい。これちょっとサッカーのゲームなんですけども、まあ皆さんこの間、ね、ワールドカップで燃えたかなと思うんですけども、まあサッカー知らない方もいるかもしれないですけども、まあメッシのですね、戦闘能力をこうやってグラフ化するとこんな感じになるみたいですね。はい。IQ が高く、テクニックが攻撃力、パス、ドリブ、もうほぼ完璧な状態。まあその一方ですね、空中戦、まあ背も低さであったりとか、まああとはまあ常に前方の方にいますので、守備力とかフィジカルの面ではちょっと弱かったりとか。まあ、こんな感じで、もしですね、皆さんの BIM の人材の実践力というものが可視できたら、かできたらどうでしょうね。はい。うちの設計チームは5人います。で、それぞれが、例えば、まあ、こういうグラフで表せたとしたらば、なかなかうちのチームって、もしかするとバランス悪いな、みたいな感じで、ちょっと社内のチーム体制変えようかなとか、わからないですよね。まあ、そういったなんか、可視化することによって何か役に立つんではないかなと。または、いろんな考え方であったりとか、いろんな取り組みを変えることも可能なんではないかなと考えております。まあ、そういった中でですね、まあ、私たちの方では、それぞれ、重要な職能というものを見極めてというか、定義を定めてですね、それぞれに必要な教育、そして、そのただ教育を受けるだけではなく、しっかりとその教育が定着しているのかどうかというのを確認する上でも、可視化する上でも、やはり、一定の知見のようなものが必要なんではないかなというところで、このように取り組んでおります。で、ここにもビムモデラー、まあビムオペさんというのもありますけども、弊社の方では、やはり建築設計事務所であったりとか、建設会社の、やはり直接業務に関わっている重要な設計者であったり、建設人材を考えてますので、ビムテクニシャンから上の方を、特に力を入れて、今、開発であったりとか取り組ませていただいております。はい。で、職能のステップアップをですね、もう、BIM が入ってきたのが13年前ということで、まあ、もちろんですね、ベテランの設計者であったりとか、まあ、建設現場で関わっている方たち、まあ、いろいろレベル差があると思うんですけども、その方たちに、まあ、できれば、この一番左の方からこう学んでいっていただきたいなっていうのもあるんですけども、なかなかそこには時間がかかると思いますので、まあ、必要なスキルであったりとか、技術というものをこうピックアップして学んでいただければいいとは思うんですけれども、まあ、これから、まあ、教育、大学であったりとか、専門学校でも、こういった教育というものが、どん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 取り組まれていく中で、まあ、学校の中で学んだことを、どのように今度は企業側が、まあ、受け皿を準備していて、で、どのように教育していくかというのが重要なのかなと考えております。ですので、まあ、この BIM モデラーというのは言ってしまえば、教育機関、学校で学べるようなスキル。そして、BIM テクニシャンからは、やはり実務の経験とか、やはりプラクティスが必要になってくるので、まあ、そういった中での BIM の知識であったりとか、技術、そういったものをですね、こう、毎年計画的に教育と、に組み込んでですね、積み上げていくことで、まあ、各企業様の、まあ、例えばですけども、10年後というのは、
時には BIM マネージャーのような方たちが中からは出てくる。または、まあ、各プロジェクトで最低必要な BIM コーディネーターという人材が5年後、6年後とかに育っていくと。まあ、そういったものをですね、まあ、ちょっとイメージしていただければいいんですけども、こういう仕組みであったりとか、ステップアップのシステムがもしあったとしたらばなんですけども、各企業様の中に。そうすると、5年後、10年後ってどうなってますかねっていうところで、はい。もしこれが BIM 元年の時にあったらばとか、もしやり直せたらどうしようかなんてたまに僕考えるんですけれども、はい。まあ、これから皆さんがどう取り組んでいくかによって、各企業様の人材、そして各企業様のプロジェクトというものが大きく変わってくるんではないかなとも考えております。ですので、このステップアップですね。まあ、今、ベテランの10年以上の選手の方たちは、やはりこの BIM コーディネーターの部分的なものを学んでいただく必要があるかなとは思いますけれども、まあ理想ではありますけど、このステップアップっていうのはとても重要かなと考えております。はい。で、まあ弊社でもですね、まずは今一番末端の BIM テクニシャンという定義をですね、定めて、そこに必要な能力、まあ知識と技術の部分ですけども、そこに必要な、まあ、スコアというものを定めて、今、資格試験の方を作っております。まあ、もうすでにですね、各企業さんでも、まあ、BIM テクニシャンと呼んでいるところもあれば、BIM モデラーというところ、呼んでいるところもあると思うんですけれども、まあ、そういった中で定義はされてきているのかなと。ただ、やはり BIM マネージャーとかコーディネーターとなってくると、まあ、いろんな企業様のお話を聞いておりますと、なかなか定まっていない。まあ、国でもまだ定められていないところでありますので、まあ、少しずつ、今後、より鮮明になってくるのかなとは思いますが、今、弊社のところでは、一番末端の部分ですね。BIM テクニシャンの定義はこのようになっております。でですね、今回の BIM 資格試験をするにあたって、プレテストを実施させていただきました。そこでですね、まあ、いろいろと見えてきたこともありますので、皆さんと共有したいなと思っております。はい。で、今回ですね、BIM 資格試験のプレテストに協力してくださった企業さんは、まあ、BIM の知識であったりと技術が、まあ、いろんな領域で、重要に今後はなってくるのかなと。まあ、一番は教育から、機関から始まっていって、設計事務所、ゼネコンさん、まあ、建設会社、工務店さん。そして、ゆくゆくはやはり、ビルディングオーナーであったりとか、不動産、または資産家の方たちも、まあ、こういった BIM に精通するデータに関する知識というのは必要になってくるかなという中でですけども、今回は BIM テクニシャンのテストだったので、ご協力いただいた企業様は、設計事務所の方々、そして建設会社の方々ということで、まあ、本当にですね、お忙しい中、こちらの方にですね、ご協力してくださった企業の皆様、ちょっとこの場を借りてですね、感謝を申し上げたいなと思います。ありがとうございました。はい。で、今回はですね、このプレテストに協力してくださった、受講者の皆様は、建設会社の方からは136名、で、設計事務所の方から20名の方々が、協力してくださいました。本当にありがとうございます。これ実はですね、最高で3時間でしたので、はい。目いっぱい使ってくださった方は3時間、本当にこちらの方にですね、投資していただきまして、ありがとうございます。で、そこからですね、見えてきたのが、まあ、プレテスト、まあ、後でまた細かく話しますけども、知識と実践の部分に分かれてますよと。まあ、どうしてもですね、BIM の教育というと、まず一番初めに皆さん、トレーニングだったり、講習受けるのが実技の部分かなと。各社、それぞれ BIM のソフトウェアは、異なるものを使っているかなとは思うんですけれども、まあそのトレーニングから入って、でそのままプロジェクトっていう流れが大きいかなと、多いのかなと思います。まあそういった中で私たちはやはり技術だけではなく知識もこれからは必要だなということで、この、資格試験の方にはですね、知識の部分と実践の部分とこの2つを設けております。で今回はですね、この2つを3時間以内に皆さんに、プレテストとして実践していただいたわけなんですけれども、こう、まあ、うまくですね、なんか山なりになってきているかなと。はい。で、こちらがですね、総合評価になるんですけれども、まあ、こちらを見ていただくと、本当に、まあ、綺麗な山形になったかなと思っております。で、今回ですね、
ハイスコアだった方が、ハイエストスコアだったのが920ポイント。そして、ローエストが、最低ポイントだったのが105と。で、基準ラインとなるのは700なんですけども、平均が614ポイントであったということで、基準ラインとしているこのビムテクニシャンの700ポイントにはだいぶ近づいたかなというところで、ちょっとですね、まだ私たちもこのプレテストからですね、試験問題の見直しであったりとか、ブラッシュアップをさせていただいているわけですけれども、1回目にしてはですね、比較的取り組んでくださった方も幅広い分野から取り組んでいただいております。ですので、CAD オペさんからですね、コーディネーターとかマネージャークラスに近い方々も、受けてくださっております。ですので、そういった、あとは建築だけじゃなくて設備であったりとか構造からも受けてくださっております。ビームテクニシャンはやはり末端の基礎の部分ですので、技術、知識ともに基礎体力があることが、このプレテストで示されたのかなと。私たちもですね、やはり基礎は大事だなっていうのを気づかされている次第でございます。はい。で、もう一度、戻りますけれども、やはりその今回はビームテクニシャンというところで、この右手の若手の方々を対象にということですけども、この方々がやはり先ほどの、700ポイントを超えていれば、次はビームスペシャリストを目指して、さらなる知識と技術を磨いていただく、習得していただくことによって、ここで見ていただくと、プロジェクト A チームの中がより活性化というか、よりプロジェクトがスムーズに動くのではないかなと思います。で、さらにその上のコーディネーターという、で、さらにその上のマネージャーと、それぞれの役割、担当、そしてそこに必要な知識と技術というものがありますので、それぞれですね、一人が全部覚えなきゃいけないとかっていうのではなく、そこもうまく区分けができると、このプロジェクトがより円滑に動くのではないかなとも考えております。この、ヒエラルキーであったりとか、そのプロジェクト体制っていうのは各企業に異なってくると思いますので、一つの例として見ていただければいいと思いますけれども、ポイントとしては、これからは BIM のプロジェクトに関わるそれぞれの人が、そういった技能または実践力というものがやはり問われてくるということを一つ頭に入れておいていただきたいなと思っております。はい。で、いよいよですね、ビームテクニシャンテストの先ほどのプレテストからですね、していただいた内容になってくるんですけども、4月に実装するということで、その内容を少しお話しさせていただきます。こちらのですね、ビームテクニシャンの、テストになるんですけれども、こちらはですね、オープンブック形式を採用しております。はい。オンラインで自宅でも職場でも場所を問わずに受験することが可能となっております。で、受験中はですね、本人の、確認システムによりですね、不正受験を監視するというようなことで、事前に写真を提出していただいたりとか、受験中はですね、ウェブカメラを使用し、システムによってですね、管理、不正を監視している。で、合否の評価なんですけども、ウェブ上のシステム上で、確認が可能となっております。こちらまた後でご紹介いたしますけれども、イメージとしては、トイックをイメージしていただくと分かりやすいかなと思っております。はい。弊社のはですね、ただ合否を決める、はい、合格、はい、不合格ではなくですね、トイックのようにスコア制にしてますので、それぞれ皆さんの強み、弱みであったりとかあると思うので、そういったものをですね、スコアで分かるようにしていきたいなと考えております。で、合格者がですね、今後、登録可能なマッチングの掲示板を無料で提供することを考えております。これ何かと言いますと、BIM 技術者をですね、募集している企業様が無料で登録してですね、利用することができます。一定のですね、この BIM テクニシャンテストで、一定水準のその点数を保持した方、スキルを保持している方々がですね、保証されるため、採用後のですね、BIM 教育の負担とかが軽減が可能になっていくというような流れになっております。はい。通常ですと、いろんな企業様が募集出してると思うんですけども、そこには応募する側がいて、
で、やっとこう、まあ、企業様としてはですね、採用につながると思うんですけども、私たちが考えているのは、この日本の中にたくさん才能、技術を持った方々がいますので、まあ、そういった方々をですね、逆に探していただきたいなと。まあ、マイニングしていただける場をですね、私たちはこのマッチング掲示板と言っておりますけども、ここで提供していこうかなと考えております。はい。で、ビムのですね、このテクニシャンテストですけども、試験時間は3時間となっております。学科、実技。そして休憩の時間範囲分は自由となっております。で、学科は50問。実技は40問の合計90問となっており、すべて選択問題です。で、配点は、まあ、また後ほど、ちょっとご説明しますけれども、1000点満点となっております。で、各分野ですね、および、まあ、70%以上、700ポイント以上で合格となり、まあ、微分テクニシャンですよ、というようなことが認知されるというような状態になっております。で、本試験ではですね、今、現時点ではオートデスク製品のみを使用した試験となっております。で、試験の内容にはですね、レビットの2021以上が必要となりますので、ご注意ください。で、まあ、こちらはですね、まあ、LT でも大丈夫ですし、通常のレビット、そして、レビットビューアー、または学生教員版などでも受験が可能となっております。まあ、先ほどのですね、学科と実技。で、さらに学科と実技の中を見ていただきますと、学科の方ではデジタル、ICT の基礎、そしてビムの基礎という、この2つに分野に分かれております。そして実技の方は4つ。レビットの基礎、レビットデータのインプット、アウトプット、そしてビムの運用と。で、この運用というのはですね、ただ使えるとかではなく、実際のプラクティスの中で、どのように、この実技、活用されているかというのを、まあ、確かめるような問題になっております。まあ、詳細についてはですね、ウェブサイトの方に資料を後ほど掲載いたしますので、詳しくご覧になりたい方はですね、そちらの方もですね、参照していただければと思います。はい。で、学科の分野1、デジタル ICT の基礎ですね。よく言われますよね。日本はなかなかこう、デジタル化ができない。まあ、DX っていう話がこう、なんか先走ってしまっていますけれども、その前にデジタライゼーションかな。もしかするとデジタイゼーションかなっていうところでですね。どうも、やはりこのデジタル、または ICT のリテラシーが低いというところもありますので、弊社としては、まあ、基礎知識、このビムテクニシャンの中でですね、こういったコンピューターの基礎知識、ネットワークの基礎知識、セキュリティ、まあ、ちょっとしたプログラミング、まあ、もう今小学生でも学んでいるような状態ですので、まあ簡単な基礎知識が必要かなと。で、CAD、CG、XR の基礎知識といったところで。まあその他もですね、やはり皆さんがここからビームテクニシャンとして、次スペシャリスト、もしコーディネーターとして上がっていくのであれば、やはり先見力も必要になってきますので、まあ最新の情報に対しての、まあ知識も必要かなと考えて含まれております。で、分野2の方ではやはりビームの基礎ということで、ビームの定義ですね。海外で定義されているものと、日本で定義されているもの、またはもしかするとですね、企業によって定義されているものが異なってきたりと、いろいろとありますけれども、まあ、弊社としては、やはりグローバルスタンダードを基準に、いろんなことを、このビムの基礎では、伝えていきたいなと、で、確認していただきたいなと考えております。まあ、特にここですね、各種規格であったり、各国のビムの関連の基準というのは、とても大切かなと思っております。で、これはですね、やはり CDE といったこの、カマンデータエンバイロメント、環境ですね。っていうのはもう ISO の19650にも載ってますので、まあ、こういったところももう基礎知識に入ってくるかなと考えております。で、もちろん BIM のソフトウェアの特徴であったりとか、こういったのも少し入っております。で、まあ弊社はですね、今回は、まあ初めてということもありまして、オートデスク社のレビットを中心にですね、実技の部分は作らせていただいております。で、まあ、技術的なところもあるんですけども、やはり、簡単な基礎知識も必要ですので、まあ、インターフェースから始まり、まあ、ここに見るのはよく皆さんが、基礎のトレーニングであったりとかで学んでいる内容かなと思います。まあ、そういったところのですね、基礎もしっかりと学んでいくことが、やはり、
今後の実力の積み上げにつながっていくかなと思いますので、大切にしていきたいなと考えて提出しております。まあ、ワークシェアリングもですね、今まで従来の二次元でのプロセスですと、やはり共同作業っていうのはなかなかなかったかなと思います。まあ、そんな中で VIM であったりとか、やはりこのオートデスク社製品も含めですね、いろんな分野というか、ベンダーさんの技術、テクノロジーが進化していますので、まあ、どんどんですね、共同作業といった形で、まあ、クラウドを活用したり、まあ、いろんなところでデータの共有というのがとても重要になってくるので、私たちもですね、ここは重要視して、問題にも含ませていただいております。はい。でやはり、ここがですね、皆さんが、基礎講習なので、まあ、学べるところでもあるかなと思いまして、VIM、まあ、今回はレビットですけども、レビットのデータのインプット。ですね、プロジェクトの設定から始まりまして、まあ、いろんな設定があり、衣装、構造ですね、今回設備は含まれておりませんけれども、そして、属性情報の入力であったりとか、データの連携と、まあ、全てですね、まあ、データの入力というところでは、まあ、最低必要な基本的な、技術になってくるかなと考えております。で、インプットしたものは今度はアウトプットしますよといったところで、レビットのデータのアウトプット。まあ、こちら、先ほどのすいません。問題は10問。で、こちらも問題が10問になっております。で、グラフィックスの設定であったり、集計表、シートのレイアウト。まあ、その他ですね。まあ、いろいろと警告であったりとか、ワークシェアリングとか、まあ、いろいろと出てくると思うんですけども、まあ、そういった内容も含ませていただいております。で、やはり皆さんね、まだ必要であるこの印刷書き出しデータの連携といったところも重要視して問題に含ませていただいております。で、この10問のうち、先ほどのインプットもそうですけども、うち5問はレビットでの、操作が必要となっております。で、次にですね、VIM 運用ということで、こちらの問題も10問となっておりますけども、VIM 運用のベストプラクティスということで、まあ、実務のシチュエーションへの対応を確認したいなと。言ったところで、まあ、実際にですね、トレーニングやって、実務に使わないのであれば意味ありませんので、実際に使っていることを前提に、基礎知識があって、基礎の技術があって、実際に実務で使ってますよといったところも、やはりこういったところで確認する必要があるかなと思っておりますので、まあ、その実務のシチュエーション、そして総合的な知識というのをここで確認させていただきます。で、少しですね、VIM コラボレーションプロということで、やはり CD 環境についてもですね、これから重要視しております。なぜならば、技能五輪の、デジタルコンストラクションの中には、もうここの中で競技が行われているというくらいですので、まあ、しかも ISO19650 の中でも要件の一つになってきますので、まあ、こういった操作ももう当たり前というか、基礎にはなってくるのかなといったところで、まあ、こういった項目をですね、確認させているいただく上でも、この中に含ませていただいております。はい。で、もう一度戻りますけども、VIM テクニシャンのテストということで、以上がですね、テクニシャンテストの出願はいとなりますけれども、4月の実施に向けてですね、まだブラッシュアップする中なんですけれども、まあ、これからも内容の追加であったりとか、変更の可能性がありますけれども、随時ウェブサイトの試験詳細をアップデートしていく予定ですので、随時ですね、ご確認、またはメールの方でご連絡させていただきますので、確認していただけるとよろしいかなと思っております。で、VIM テクニシャンのですね、まあ、評価についてということで、ちょっとお話しさせていただきますけれども、はい、先ほどちらっとお話しさせていただきましたけれども、配点と合格点はこのようになっております。各分野でですね、点数がありまして、学科の方では、まあ、一応ですね、このような点数、配分500と。で、実技の方で、500ということで、1000点満点となっております。で、合格点というか基準をですね、やはり設けたいなということで、各分野で 70%、かつ合格点で 70% 以上の得点で合格となるようにしております。これ707割って結構高いかなと思うんですけども、
まあ、先ほどちらっと出てきた、技能五輪、デジタルコンストラクションで、もですね、700ポイントというのを基準にしております。やはりですね、知識、技術ともに、やはりそのくらいの技術が、やはりグローバルスタンダードでは求められているといったところで、私たちもそこに合わせてですね、この試験ごとなんですけれども、平均点を出したり、そして結果によってはですね、まあ、まあ、5くらい、ちょっと調整は入るところはあると思うんですけれども、まあ、700点を基準にして取り組んでいこうと思っております。で、弊社がですね、今、Web システムの中で、構築してきた画面になるんですけれども、受験してくださった方々は、各それぞれですね、ログインしていただくと、このような画面に、を見ることができます。ですので、ウェブ上の中でこの評価画面が見れまして、それぞれの合格ポイント、平均、そしてですね、まあ、ちょっと今ここ、不合格って書いてありますが、合格ラインであったりとか、まあ、このレーダーチャートによってですね、皆さんそれぞれの現在地が把握できるというような状態になっております。まあ、見ていただきますと、こちらの分野ですね、先ほどご説明した知識の部分と実技の部分ですね。こちらの方がランク付けされ、そして、まあ、コメントであったりとか、それぞれのスコアっていうのも見ることができるようになっております。ですので、まあ、皆さんの、強い部分、強みであったりとか、弱みっていったところですね。そういったものがここで把握できますので、それによって、まあ、言ってしまうと、各企業、まあ、個人もそうですけども、企業の中でも、まあ、こういったものを把握することによって、まあ、強いところは伸ばしていただいて、弱いところは補っていくというような、教育とかを作れる一つに役立つんではないかなと思っております。ちょっと架け橋ではありましたけれども、私のところは以上となります。ご清聴ありがとうございました。はい、代表ありがとうございました。ではですね、最後に私の方から、今回の資格試験のお申し込み方法、それからですね、その辺のご案内をさせていただければなと思います。詳細な資料についてはですね、本日ご参加いただいた方については、明日以降でメールの方で送信をさせていただきたいと思います。はい、ではですね、ちょっと資料の共有をします。ちょっと縦資料で申し訳ないんですけども、ざっとですね、説明をさせていただきたいと思います。で、こちらの資料に関しては、試験の内容をですね、今回の、ウェビナーでご紹介させていただいた問題の構成であったりだとか、あとは出題の範囲ですね、この辺を、載せておりますので、こちら見ていただければ、どういうところから出題されるのかというのがですね、確認できるようになっております。で、あと、問題の出題例ですね。この辺も載せていたりしますので、確認してみてください。で、あとは受験に必要な、要件など載せております。先ほどの話で、デビットですね。で、これはですね、LT 版でも一応受験可能ではあるんですが、例えばワークチェアリングなどですね、LT には搭載されていない機能についても、問題は出題されるので、その点ご了承の上ご利用くださいということになります。あと、レビットビュアーという体験版をインストールすると使えるようになるビュアーがあるんですが、これは保存、印刷ができないんですが、ファイルを開いての操作っていうのは行えるので、こちらのビュアーでも受験が可能となっております。はい、あとは必須環境としては、インターネットとパソコン、それからウェブカメラですね、こちらが必須になってきます。大月の方からも説明をさせていただきましたが、試験中はですね、まあ、その代理受験みたいなものを防止するためにですね、本人確認をする、キャプチャーのシステムが、搭載されていますので、そちらを使用するために、ウェブカメラっていうのが必須になってきます。もちろんですね、その撮影されたデータというのは、プライバシーポリシーにのっとってですね、この試験以外では使用しないということになっていますので、ご安心ください。で、試験に使用されるレビットデータのバージョンは2021以降ということになります。この辺はですね、ちょっとバージョンご注意いただければと思います。はい。で、それから試験の受け方等についてもですね、また詳しく資料をお送りさせていただきたいと思いますし、あとウェブサイトの方にもですね、追加情報が出たら、またご案内を差し上げたいと思います。で、こちらは先ほども、紹介させていただいた評価の画面になるんですが、
まあ、これはウェブで見れるものになるんですけども、例えば、受験した方がですね、就職のために、企業に対して証明書を出したいという場合は、弊社から、直接企業様に送付するような形で合格証明書みたいなものを送付するということも考えております。まあ、この辺のですね、会員登録の方法であったりとか、あとは実際資格試験を受験する際の購入画面の説明なども載っております。そして、法人様の場合ですね、複数の方をまとめて登録したい場合はですね、お問い合わせいただいて、その受験者のリストを我々にいただくような形で、一個一個こう購入するのではなくてですね、まとめて購入するということも可能ですので、その際はお問い合わせをぜひいただければと思います。はい、であとはこれ、まだ全然仮のものなんですけども、希望される方にはですね、この認定証というものも発行予定になっております。はい、あとはですね、ちょっと参考までにお見せしたいなと思いますが、はい、seeva.jp という seeva.jp という URL なんですが、こちらで検索をしていただくと、弊社の seeva というホームページに飛んできます。でこちらから、まあ、講座の方とかも申し込みできるんですが、この緑色の資格試験の申し込みっていうところを押していただくと、先ほどの購入ページの方にですね、飛んでいきますので、はい、ここから購入ができるようになっています。で、現在は購入してもすぐに受けられるわけではないんですが、購入自体は事前に行うことができるようになっています。この辺の手順なんかですね、後ほどの資料、またご確認いただければと思います。はい、あとはですね、このseeva のサイトもですね、ぜひご覧いただいてですね、BIM 資格試験のところを見ていただくと、資格試験についての説明などが載っていますので、またこちらもご覧になっていただければありがたいなと思います。はい、ということでですね、本日はこの資格試験について、説明をさせていただきましたので、ぜひご検討いただければなと思います。非常にですね、プレテストを受けた方からもですね、まあ、好評な部分も結構ありまして、こう、意外とこう、現状を知れるっていうのはいいなというお声をいただいています。腕試しにも、いいと思いますので、ぜひチャレンジしてみていただければと思います。そして、この後ですね、少し残り10分ほどありますが、もしご質問などがある場合はですね、Q&A の方からお送りいただければ、答えられるものは今お答えして、まあ、ちょっと今答えられないことに関しては、メールにてお答えしたいなと思いますので、何かご質問あればよろしくお願いいたします。それからですね、後からご質問出てきた場合にはですね、先ほどのseeva.jp の中にお問い合わせフォームがありますので、そちらからご質問を送っていただければお答えするようにいたしますので、よろしくお願いいたします。ということで、一旦ご質問とかがなさそうであれば、本日の内容は以上になりますので、終了したいと思います。はい、本日はですね、たくさんの方にご参加いただきまして誠にありがとうございました。また次回もですね、ウェビナー、予定をしております。内容が決定次第またご連絡を差し上げたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、では本日はありがとうございました。失礼いたします。